というわけで今日は海の中からお送りしてるんですけども、はい、何ですか今日は。今日は深海で幻の黒い真珠というアイテムを探すお仕事です。そんでこの船なんだすげえな。私が作ったんだよ。うわ、いたんかい。こんなもんまで作れんすか西野さん。じゃあ今日はあんたたちにこの船の操縦の仕方を教えてあげようね。何急に。いや、いいっす別に。あたしゃもう腰が痛いからあんたたちが代わりに操縦するんだよ。めんどくせえ。じゃあカクさん、僕手がないんで任せていいですか。おい、ずるいぞ。じゃあまずはこのコントローラーを持つんだよ。それでやんの？コントローラー？もう腰痛いの関係ねえな。じゃあその輪っかみたいのなんすか？それで操縦してるんじゃないんですか？これはね、バウムクーヘンだよ。いや、バウムクーヘンなんかい。なんでそんなとこにバウムクーヘンがあんだよ。食べるかい？いや、食べねえわ、汚い。それじゃあコントローラーは握ったね。食ってるし。今この船はまっすぐ北に向かっているよ。なんすかこの画面。ただこのまま行くと岩にぶつかるよ。あれ、これどうやって曲がんの？避けろ避けろ、危ない。いや、避け方わかんない。西野さん、これどうやって曲がんの？これ左右 LR 同時押し BA 下下 XY で岩を避けるよ。いや、コマンド複雑だなおい。何？左右急げ急げ、押せ早く。 BA、 あ、ミスった。いや、ぶつかるぶつかるぶつかる。うわぁ、いってぇ。なめぷかい。いや、なめぷじゃねえわ。なんなんだこれ。めちゃめちゃ難しいじゃないですか。なんすかこれ。あい、お前ら。うわ、カイドウ。してんの。俺様が寝てるとこに何ぶつかってきてんだ、このクソハゲうんこ。いや、クソハゲうんこって。ああ、そこの岩んとこにいたのか。まったく、せっかく気持ちよく。おい、なんだそのゲーム。めちゃめちゃゲームに反応した。いや、これはゲームじゃなくてこの船の操縦コントローラーだけど。面白そう。俺様もやりたい。いや、お前には無理だよ、むずいから。いや、無理じゃねえし、貸せよ。いや、無理無理無理、子供には無理だから。子供じゃねえし、いいから変われや。うわっ、痛い。コントローラー取られた。西野さん、泣きつくな。ちょっと、まちゃん、これどうやんの？左右 LR 同時押し BA 下下 XY で岩を避けるんだよ。よくスラスラ言えんな。左右 B。 いや、違う、 R。 はい、ミスった。違う、ぶつかる、ぶつかる。はい、バカ。またぶつかる。はい、うわー、うわー。いってー、捨てゲーかい。捨てゲーとか言うな。くそ、なんだこれ。もう一回もう一回。おい、ちょっと待って、次俺だろ。一気交代だろ。ちげえし、今の練習だし。いや、練習とかねえし、どけし。どかねえし。あ、俺初めてやったから練習だし。いや、俺もまだ一回しかやってねえし、ズルすんなし。うっせえし。やばっ。あー、西野さん、カイドウがズルズル。泣きわめくない。喧嘩をするんじゃないよ。ほら、バウムクーヘンでもう食べ。いらない、汚いから。いや、はっきり言うな。うまいな。いや、お前はお前でそんな汚いもんよく食えるな。それじゃあ一回あたしがお手本でちょっとやってあげるから、よく見とくんだよ。お手本？左右 LR 同時押し BA 下下 XYXXBBY 下下セレクト XB、うまい。鮭 LL セレクト鮭サメ鮭サメ BBX サメサメ鮭サメ出てきた。サメ鮭セレクト鮭セレクト鮭 BA 犬 A 犬ゴリラヤマタノオロチヤマタノオロチモグラサメ鮭ヤマタノオロチ。はい、クリア。すげー、かっけー。もうわからん。